我が軍による反攻作戦により戦況は大きく変わった。しかし依然として大陸西部そして軌道エレベーター周辺はエルジアの勢力下にある。皆も知っている通り、灯台を守る巨鳥アーセナルバードが空を支配しているからだ。そこで我々はストーンヘンジによるアーセナルバードへの狙撃作戦を決行する。隕石迎撃、そして大陸戦争でエルジア軍が兵器として運用したことで有名なストーンヘンジだが、大陸戦争当時、独立国家連合軍による空爆で大半の砲台が破壊されてしまった。ただしその時、隕石によって被害を受け復旧中だった一機は空爆を受けずに済んだ。オーシア軍は秘密裏にその一機の復旧を進め、基盤システムの再起動にまでこぎつけた。発射準備作業が完了すれば発射が可能となる。ただし作戦担当士官から2発目が撃てるという言葉を引き出せていない。つまりチャンスはたった一度だ。しかし難攻不落のアーセナルバードを落とせる絶好の機会だ。我々はこの作戦にかけたいと思う。この動きを察知したエルジア軍はストーンヘンジへの進軍を開始している。アーセナルバードも接近中だが、射撃準備が順調に進めば作戦空域到達前に撃墜が可能だ。ストーンヘンジの周囲に防衛拠点メンヒルを設置した。これを航空支援しつつ航空優勢を確保、巨鳥を撃ち落とすまでストーンヘンジを守りきるのが我が部隊の任務だ。アーセナルバードを一機でも撃墜できれば軌道エレベーターの防空圏を大幅に縮小できる。そして今ストーンヘンジ以外にアーセナルバードを落とす手はない。失敗は許されない作戦だ。速やかに出撃せよ。
スナルバードを見せた新たな敵機。そういうか、こんな時に爆撃だ。方位ワンナインゼロ。自動の返事が空爆に耐えられるとは思えない。何としても阻止するんだ。こちらレベル7、敵を撃退した。体に近い敵から撃破するんだ。こちらレベル7、敵航空機接近中。ここを掃除するつもりだ。味方機の助けがないと殲滅するな。30% はイエロー、残りはレッド。20年以上前の壊れてた兵器だからね。ザタが来てて当たり前。イエローとレッドの箇所のチェックを急いで。了解。こちらグリトング、ターゲットを侵入した。ブリーフィングボーイの起点だ。敵爆撃機を撃墜。いいぞ、その調子でストーンヘンジを守りきるんだ。こっちは手も足も出ない。空の敵はロングレンジ部隊に任せろ。俺たちの敵は血を這う戦場だ。ここからも煙が見える。
来たぞ。爆撃とその雰囲気を確認。包囲170。クソ、地元市に規定が下の連中だって死にかけてんだ。選べってのか。入隊率 80%。 今そう打ってるか。3号線の機体だ。制圧確認。制圧発生。
の車両はいわばストーンヘンジの名誉、そこを狙われるとは残念だわ。ショーンさん、諦めるな。センサーはまだ残っている。世界最古のセンサー、メンタマがね。どうするつもりだ。信頼性が低すぎるわ。メンタ悪くない。メンタ面白い。しばし休んでくれ。反撃はここからだぞ。ああ、手を汚した甲斐がなかった。撤退した脳無しどもが三本線と騒いでいる。そっちで調べてみてくれ。防衛陣地並びに航空支援の多数の犠牲を払ったが、作戦は成功した。
この勝利が戦略的な転換点となる。アーセナルバードは残り1機となり、軌道エレベーターを中心とする防衛網は半分以下に縮小。これにより各地に駐留するオーシア軍の反攻も始まるだろう。